同じ学校で勉強してまして、パリの国立高等音楽院というところですけれども、そこで知り合いになり、そして友達になり、で一緒にご飯一緒に食べに行くようになり、一緒に音楽するよう話をするようになり、それで、いつかは一緒に絶対演奏しようねって、フルートとギターっていうのはすごい相性もいいので、それで去年の、そう、去年、おととし、ムネツボールでのコンサートから話いただいて、それが、きっかけといえば、それがきっかけになったのかもしれないですね、それでコンサートをするっていうので、プログラムを作って、っていう感じで、そうですね。なるほど。そうですね、ピアソラの曲、カフェとナイトクラブっていう単語の歴史という組曲から抜擢した曲なんですけど、それはギターとフルートのために書かれた曲で、オリジナルだったね。オリジナルで、ピアソラがギターとフルートのために書いた曲で、1930年代のカフェで、今と全然違ったカフェの雰囲気なんですけれど、じゃあもうカフェですらなかったという話もちらちら聞くんですけれど、その1930年代の雰囲気で、その次が1960年代で、その単語の歴史がどんどんこう新しくなっていくっていう組曲なんですけど、その60年代の単語を取り混ぜたナイトクラブという曲が2つですね。リベル単語はなんて言ったらいいのか、それも単語なんですけど、もっと分かりやすい単語ですね。もうずっと最初から最後、きっとどの曲もフルートとギターという編成も関係してるんですけれども、非常にぬくもりですとか、あと情緒にあふれた、音がしますので、皆様、フルーティストの上野聖也と申します。7月30日は初めて、滋賀銀ホールでの演奏会をすることをとても楽しみにしております。会場で皆様とお会いできることを心から楽しみにしております。ギタリストの松本大輝です。今回、滋賀銀ホールでさせていただくのはもう4回目ぐらいですか、3回目かちょっとですね、あれなんですけれど、多分こうプログラム全部がデュオでコンサートするっていうのは多分今回が初めてだと思います、ね、いつもギターリサイタルっていうのをさせていただいてたんですけど、でそれで滋賀銀ホールという場所で、アクセスもしやすい場所で、最高のこのフルーティスト上野聖也とデュオコンサートをさせていただけるということで、それだけでもすごく嬉しいんですけど、もしいろんな人たちが、いろんな方たちがご来場していただけたら、もっと嬉しく思います。